船木正勝です。今回はプロレスの試合に向けた筋トレについてお話したいと思います。まず、プロレスの、道場ですね、道場にジムに入りますと、まずはとことん、体を強くする、基礎体力ですね、基礎体力のトレーニングを、たくさん行います。まずはその腕立て、腹筋、スクワットですね、腕とお腹と足、あとはその背中のためのブリッジ、首ですね、背中と首、足腰のブリッジをとことん行います。やっぱり一番多いのは、スクワットですね、あのヒンズースクワット、その場の足の上げ下ろしなんですけども、それはもう本当に、たくさん行いますね。100回から200回で、多い時だと500回で、時にはその1000回2000回行う時もあります。で、あとはその腕立て伏せ、これも、10回20回30回から50回で、多い時だとその100回連続で行うこともあります。だいたいその腕立て伏せも通常のその、腕の曲げ伸ばしをする腕立て伏せではなくて、レスラー、プッシュアップという、あの肘をつけ、足を広げて肘をつけて、あの体を反る、あの、まあ、ライオンと言われるんですけども、あの腕立て伏せを長く、できるだけ長く、50回から100回行ったりすることもありますね。50回から40、30、20とこうカウントダウンしてきて、またそこからまた増えたりとかですね、あとはそのトランプを使って、スクワットとその腕立て伏せをそのミックスしながら、出た数の倍とかですね、いろいろそのトランプを一ケース使い切るまで行ったりする、その筋力トレーニングとスタミナのトレーニングが一緒になったトレーニングを行うのが、すごく他のスポーツとは違う、あの基礎体力の作り方だなと思いました。あとはその基礎体力ができてきますと、次に行うのがそのスパーリングですね。でスパーリング、これは相手とその技のその競い合いといいますか、あの技の掛け合いですね、受け身も含めて、あの相手とのその技の掛け合い、競い合いを行う、そのトレーニングがそのスパーリングですね。で、その後に、別に時間を取ってウエイトトレーニングでその、重い重量を上げて体の厚みを作る、で力、全体、体全体のパワーアップですね、筋力アップをするためにウエイトトレーニングを行うこともあります。あとはその技術トレーニングですね、あのパンチとかキックを使う、選手の場合はサンドバッグを蹴ったりとか殴ったりとか、あとはその人にミットを持ってもらって打ち込みをしたりとかっていう選手をもする選手もいます。ですので、普通のそのスポーツとちょっと違うところは、筋力トレーニングとそのスタミナですね、それを同時に行う、スクワットとかプッシュアップとかのその種目が結構多いということが特徴的であります。まずはその体の強さ、あとはその柔軟性ですね、柔らかさ、それからスタミナ、この3つはその必要不可欠で、一番その他のスポーツよりも一番危険なのはその投げ技とか、あとはその当て身が結構多いですので、首ですね、首を、あの首がすごく頑丈でないと、あのどうしてもそのあの頭を打ったりとか、脳震盪を起こして頭を打ったりだとか、あとはその、あの頭から、あの誤ってその頭から落ちてしまった時に頸椎を捻挫とかして、それで、結構大事に至る、選手もかなりいますので、首を、結構あの首押しとブリッジですね、首押しとブリッジで首を、かなり、鍛えるのも特徴であります。以上、今回はプロレスの試合に向けた筋トレについてをお話ししました。ご視聴ありがとうございます。